手塚漫画のキャラクター一覧は、手塚治虫の漫画作品に登場するキャラクターの一覧、主に、スターシステムのキャラクターについて触れていく。手塚治虫の漫画では、火の鳥のサルタ博士を、ブラックジャックでは、本間マ太郎にしたり、ゲストキャラクターに、リボンの騎士のサファイアを登場させるなど、ある作品の主要人物を別の作品の脇役として、登場させる手法が少なくない。 また、ハムエッグ、アセチレンランプ、金三角などの脇役キャラクターでは、一つの作品に別の役で何度も登場することがある。この中で、手塚治虫の中学時代の作品から登場し、あらゆるヒット作に出続けたキャラクターがヒゲオヤジである。これは、映画のように俳優をいくつかの作品に登場させる、スターシステムを漫画に取り入れたものである。また、手塚漫画は、 鉄腕アトムに限らず、SF 漫画が多いため、博士やその助手を演じるキャラクターも、かなり多い。菊に正彦は、少年漫画画法で、手塚漫画といえば博士だと語っている。また、石上光俊、手塚治虫の時代は、100万人の博士たち、池田慶章、手塚治虫キャラクター図鑑は、100万人の科学者たちの代で、博士キャラクターについて、それぞれ一章を抑いている。 比較的構成に作られた手塚アニメでは、漫画では本来ある手塚キャラが配役されていたところを別の手塚キャラに差し替えることも多く、ブラックジャックの DVD パッケージの裏には毎回ゲスト出演する手塚キャラについてのミニ解説が掲載されている。人気作品の登場人物ゆえにスターシステムの要素を持つキャラクターは各リンク先を参照。 実在する人物が演じる現実のスターシステムと異なり、作者である手塚が描くことで登場する。手塚漫画のスターたちは、作品によって、しばしば風貌や外見年齢、また人種や性別までも異なる場合がある。それゆえキャラクターの出演に関する分類も、手塚が直接輪に出演したと断言しているものを除けば、研究者が主観的に判断せざるを得ない。その結果、 鉄腕アトムのお茶の水博士は、石上光俊、手塚治虫の時代では、火の鳥の猿田飛行を演じたとされているが、池田継承、手塚治虫キャラクター図鑑では、お茶の水と猿田飛行をそれぞれ別のキャラクターとして、分類しているケースも存在している。作品ごとに異なる役で登場しているキャラクターを一括して扱うとき、各作品中の役名を超えた、芸名が必要になる。これについても、 研究者によって異なる芸名が付けられていることがある。大まかな芸名の当て方としては、そのキャラクターのデビュー時における役名を取ることが多い。ただし、手塚自身が芸名について何らかの記録を残していた場合は、そちらが優先される。例えば、おっさん、デコビンなどは、作中の役名ではない芸名が発表されているパターンである。また、ブクブック、ミッチーなどは、 デビュー作の役名ではなく2作品目以降の役名であるが、やはり手塚が芸名としてこの名前を掲げているため、他の研究者による資料においても、これが芸名として挙げられているパターンである。アザラシー名前通りアザラシのような風貌の髭の長い老人、漫画大学の単行本におけるキャラクター名鑑で名前が掲載されている。化石島、ガツ世界紳士など、 1950年前後に活動が集中しており、他には七色インコのモブシーンにちらりと顔が見える。アセチレンランプ時々後頭部にろうそくが立つ悪役、ロストワールド中ですでに出演しているサイコさんクラスのキャラクターである。詳細はアセチレンランプを参照は名前通り、顔の半分以上を占める巨大な顎が特徴のキャラクター。 サボテン君のお人よしな保安官役で登場。主として1950年代の西部劇ものを中心に活動している。後年、手塚が青年史において唯一西部開拓時代を舞台にした作品、グランドメッサの決闘にも、早くで顔を出している。アトムアトム、鉄腕アトムの主人公。デビュー作は、鉄腕アトムの前身にあたる、アトム大使。他に、 世界を滅ぼす男で主演を務め、ブラックジャックでも複数回ゲスト出演している。ミッドナイトでは青年姿のアトムが登場し、恩師役のお茶の水博士と共演しているが、鉄腕アトム盗まれたアトムの巻、1965年において仮の電子頭脳を組み込まれたアトムとは独立したキャラクターとして10年分成長した青年型アトムの機体がすでに登場していたため、 スターとしてのアトムの出演歴には数えないことが多い。アヒルくちばしのように突き出した口とナッパのように伸びた髪の毛が特徴のゲストや早く専門のキャラクターの一人である。名前の由来はアヒル、ロストワールドで出演している。ロストワールドで3人組として登場した顔石鹸、グラターントはその後の作品で一堂に会したことはないのだが、勇者団では アフィルと髪型だけがそっくりな、ゾゲール博士というキャラクターが、顔石鹸、グラタンラを率いて登場しており、ロストワールドのオマージュと言える、一線ハゲ名前の通り、後頭部の円形脱毛症が、トレードマークのキャラクター、悪党の古文役が多い。手塚のデビュー前の終作、親父の宝島で、登場が確認されるが、商業作品でのデビューはそれからだいぶ遅れて、化石島である。 冒険教時代では、実在の俳優にちなんだ名前のキャラクター、ピーター・ローレイとして活躍する。ウイスキー、お茶の水博士や花丸先生など、他の博士役が太めなのに対し、超新創句が特徴的な博士キャラクター。デビューは、来たるべき世界で、名前も、同作の役名による。ジャングル大帝では、県一の友人、アルベルトとして、少年時代から登場した。ウランウラン。 鉄腕アトムにおけるアトムの妹、彼女自身のデビューは鉄腕アトム透明巨人の巻だが炭鉱本家の際に彼女が初登場するくだりは編集でカットされている。そのため炭鉱本番でウランが初登場するウランちゃんの巻に添えられた前書き漫画ではウラン初登場の経緯を誰も正確に覚えておらずウランが憤慨するというギャグが描かれたスター出演としては お天馬だが、根は、純真な少女を演じることが多い。ブラックジャックキン。金。金。では、天馬博士と実の親子役で共演しており、父親を演じる天馬博士が役名と間違えて、ウランと叫ぶシーンもある。越前が二神型が、ハサミを振り上げたカニのような形になっている、中年男性。初登場は、日本発狂で、芸名もここでの役名による。 ブラックジャックシリーズの中では、越前病院の院長として複数回登場しており、時系列順に見ていくと、ブラックジャックを無免許医として敬遠していたのが次第に、尊敬に変化していくのが見て取れる。大馬鹿サンタロウ・ドングリマナコに、しかめ空の青年、ロストワールドにおいて、主人公敷島博士の価値気な女子として初登場。以後も、 直情的な若者役で、その多くが無名の早くながらも息の長い役者活動を続けた。奥地に伸びた前髪で片目を隠している若い男性。本名としては奥野隆一という名をしばしば用いている。ザクレーターでデビュー。この作品は一話ごとに舞台設定の異なる読み切り型の連載だったが、彼はそれぞれの話にそれぞれ違う設定で登場する。 シリーズの顔役であった。出演歴はザクレーター以外ではブラックジャック三者三様にゲスト出演した程度だが前述のような事情ゆえに演じ分けた役柄自体は非常に多いというキャラクターである。また石上光俊は焼けっぱちのマリアの主人公、焼けのハ八も彼の演技であるとしている。小田原町陳氷炭のような顔つきとアバタが特徴のキャラクター。 後藤又兵衛に登場する侍、小田原東四郎でデビューする、七色インコで、純レギュラー出演した時の役名が芸名として、一般的に挙げられているが、小田原上鎮と特に関連のなさそうな彼にこの、役名がついた権威は、鉄腕アトム人工衛星 SOS の巻で彼が、ギャングの子分として登場した時の親分が、蝶鎮のような、蛇腹状の背広を着た、蝶鎮親分だったのである。この 蝶賃はスターとして発展することはなかったが、その子分が小田原蝶賃として息の長いキャラクターになったという珍しい例。お茶の水博士お茶の水博士花が異様に大きいのが特徴の科学者キャラクター。鉄腕アトムでの主人公アトムの保護者役がデビューにして代表作である。太平洋 X10 にはナーゼンコップ博士の役名で登場し、後にアニメ、 海底超特急マリニエクスプレスでも同名のキャラクターで登場した巨大な花を特徴とするサルタ博士と似ており単行本ではカットされたが雑誌連載時の火の鳥対応編では兄弟として共演をしたり朝日ソノラマさんコミックス版鉄腕アトムの単行本21巻に収録された前書き漫画でのお茶の水博士が 自分の子孫はサルタ博士にそっくりとのセリフがある。手塚自身による配役でこそないが、アニメ、アストロボーイ、鉄腕アトムでも共演。お茶の水と、サルタはその花ゆえに、それぞれ、ブラックジャックと、七色インコで、シラノド・ベルジュラックにちなんだ役を演じているが、お茶の水が出演した、回のタイトルは、彼の役者的性格を反映した、気が弱いシラノであった。なお、 お茶の水博士を描くにあたり手塚は、旧世北の中学校の同級生であった、厚見和彦をモデルの一人としたことを、厚見本人に語っている。おっさん国籍不明で、独特のナマズヒゲとトランプのダイヤのような髪型が、特徴のキャラクター。怪盗黄金バットの陳畜林博士役でデビューする。基本的に陳畜無害な中年を演じることが多く、弁慶で、 平家一門の平イラとして、仇役で登場した時も、全く戦えない情けない役回りだった。モデルは、あのね、おっさんのギャグで知られる、高瀬実情。実際に、千年後の世界や、白いパイロットでは、高瀬のギャグである、あのね、おっさん、わしゃかなわんよといったセリフを口にしている。ただし、地帝国の怪人で彼が出演した、モブシーンに後に、手塚自身が、 この場面の登場人物の顔は南ウルトグロッスが原型であると注釈をつけているため、漫画キャラクターとしてデフォルメする過程でこれらのイメージが混合されたと考えられる。オフグ、漫画大学の単行本におけるキャラクター名鑑で名前が掲載されている女性キャラクター。ガツ世界紳士、ファウストでの出演が言及されている。顔石鹸ハゲ頭で、おもながのため、横顔が、 三日月のように見える小悪党タイプのキャラクター、ロストワールドで出演している。名前の由来は顔型が顔石鹸のマークに似ているから、早くを演じながらも息の長い役者活動を続けた。ガロン岩のような質感の巨大人型ロボット、マジンガロンで主役としてデビューし、以後も同様の役柄で複数作品に登場する。他に、 白いパイロットでは珍しく人間役を演じる。金三角サングラスと他国唇の、いかにもうさんくさい、中国人、鉄腕アトム十字架島の巻の中国マフィアの、資料役でデビューし、この時の役名がそのまま芸名となる、悪人グループのボス役を多くこなす。小学校時代の手塚に、昆虫図鑑を貸し、昆虫の魅力を説いた親友がモデル。クッター、木山グラタンいびつなハゲ頭に、 石岩、極端に突き出した出っ歯という風貌から、異形めいた不気味な役が多いキャラクター。アフィル、カッ石ンらと共に、ロストワールドで悪役としてデビューした。レギュラー出演としては、ドンドラキュラの老木イゴールが挙げられる。他に、特徴的な配役としては、三つ目がトールで、新自然とした悪党の制玉子と、その弟で奇人のアイラ、 二人の大きく異なるキャラクターを同時に演じている。車十三郎ボサボサ髪に左右繋がった眉の男性キャラクター。県一探偵長で軍国主義結社に所属する資格として初登場した。芸名もここでの役名による。鉄腕後ムち停戦者の巻では独裁者、サボルスキー将軍。俺は、サルトビだ。では、本田タスク渡し森と、ごつい顔ゆえに、 年配の役が多いのだが、流星王子では、中学生の、深い裏界として登場する。下田警部体格が良く、スーツネクタイ中折れ棒というフォーマルなファッションに、エラの張った四角い顔の男性。警部の名前が示す通り、警察官役を得意とし、時代劇でも、同心役を演じている。黒い宇宙船でデビュー。名前の由来を挙げた、ヴァンパイアでは、 本編中の彼の顔が突然吐き物の下駄に置き換わり、しかも誰一人指摘せずにそのまま話が進むというシュールなギャグが存在する。日本発狂では、下、田波直というフルネームが登場するが、騎士では彼の息子が一時違いの下田派、直っととして登場している。ケチャップタイイ唇が、くちばしのように飛び出した男性。デビューは、豆大統領のニッコリスミスだが、 豆大統領は、手塚治虫漫画全集を含めて、単行本化されていないため、全集を基準とする、池田継承、手塚治虫キャラクター図鑑ではにっこり、スミスの名を用いず、鉄腕アトム化星探検の巻きデな役名、ケチャップ隊を芸名としている。また石上光俊、手塚治虫の時代でも、彼の芸名を、ケチャップ隊としている。役柄としては、 我を通したがる攻撃的な人物が得意。ケリガン剥げ上がった頭の両脇の白い髪の毛、そして顎ひげがタンポポの綿毛のように広がっている老人キャラクター。年齢と温厚そうな外見から保護者的な役を得意とする。デビュー作は宇治神様の日と見られるがここでは名前が出ず、後にサボテン君に登場した時の役名が芸名として定着した。 鉄腕後向かい蛇島の巻では、海底要塞に拉致されていた奴隷として登場するが、実はこのキャラクター、少年誌で最初に掲載された時は、ひげ親父そっくりな彼の弟という設定だった。その後、単行本家に際してケリガンが代演し、設定自体がなかったことにされたのである。剣一黒名の大きな少年スター、新宝島のピート役でデビューし、同年9月発売の、 火星博士で初めて、健一の名前で登場した。フルネームとして挙げられる、四季島健一は、ロストワールドでの役名にちなむ、純粋さに満ちた、普通の少年として、新宝島をはじめ、初期作品で主役を張ることが多かった。しかしそのイメージが災いして、無個性であるとされた。しかしその後も、普通の少年を演じ続けた、彼は多くのファンに愛された。 手塚作品に欠かせないキャラクターである。また、県一探偵庁では、久々の主役を張るが、これは、キャラクター県一に対する手塚の思い入れが生み出した作品である、佐々木小次郎おもながの坊主頭が、特徴の勝ち気なキャラクター。王我ら三人で、佐々木小次郎としてデビュー、主人公と対立する、ライバルキャラを得意としており、特に、 フィルムは生きているで共演した同作の主人公、宮本武蔵とは縁が深い。同作以降、ナンバー7や竜巻合コー会でもライバルとして共演し、宮本がゲスト出演したブラックジャック動け、ソロモンにも顔を出している。名前の由来は同盟の剣豪で時代劇ものではもちろん現代劇でも話に関係なく刀を背負っていることがある。他に、 フィルムは生きているでは大きなつけ。ペンを、ブラックジャック機体では、板前役で包丁を背負って登場した。サターンたくましい体と、カールした髭が、特徴のキャラクター。魔法屋敷の悪魔大王役で、デビュー以来、悪魔魔王役の定番、ブラックジャック魔王隊員など、現実世界が、舞台の作品では、マッチョの悪役を演じる。鉄腕アトムロボットランドでは、 ロボットランドを支配するアトムの敵ロボットとして登場している。顎が大きく二つに割れた、いわゆるケツ顎も外見的特徴の一つだが、デビュー作の魔法屋敷やリボンの騎士では細くスマートな輪郭になっているサファイア、リボンの騎士の主人公。なお、ロック冒険記の本編中に手塚スターたちが多数登場する会議のシーンの中にサファイアが混じっている描写があるが、 これは、ロック冒険記単行本化の際に加筆されたものである。詳細は、サファイアを参照サボテンサムセが高くとぼけた顔つきの少年、西部劇作品、サボテンくんでデビューした。サボテンくんの主役は当初ロックホームが想定されていたが、もっと明るい雰囲気が必要だという理由で、連載第2回からサボテンが採用された。ひょうひょうとしたコメディリリーフを得意とする。 代表作としては、豚のへそのセレナーでの主人公、ゴスケが挙げられる。サルタ無数の吹き出物に覆われた大きな花が特徴のキャラクター。名前は、日本神話のサルタヒコに由来する。火の鳥ではシリーズを通してのキーパーソンとして、たびたび登場し、また、ブラックジャックでは、主人公の恩師、本間城太郎を演じる。サルタヒコというキャラクター自体は、 火の鳥霊明編に登場するが、この時は花が小さい。後にコムで連載、完結した霊明編で初めて大きな花で登場する。この花が小さいサルタ彦は後に地球を飲むやブッダにも出演した。同じような形の大きな花を持つキャラクターとしてはお茶の水博士がいるが、基本的に善良なお茶の水に対し、サルタは人間の業に鋭く切り込む。 攻撃的な人物を演じることが多く、複数の資料で両者が別々の俳優であるとの分類がなされている。四部楽器典型的な楽器対象キャラクター。初登場はアトム大使だが、この時点では顔出し程度の出演である。鉄腕アトムフランケンシュタインの巻で楽器大将としての性格や、親が金持ちであるといった設定が登場。このエピソードでアトムと一度喧嘩した後に和解し、 インゴは、親友として、アトムに協力する仲となった。アトム以外の出演作としては、漫画生物学などがある。また、アトムが、ゲスト出演した、ブラックジャックお前が犯人だ。では、彼の他に、ケンイチ、タマオなど、アトムのクラスメイト一同が顔を揃えている。シャラクホ、スケスキンヘッドに、額の、第三の目を隠す、罰ンの伴奏功が、トレードマークのキャラクター。 三つ目が通るの主人公でデビューした。普段は幼児的で伴奏功を剥がして三つ目を露出させると狡猾な悪役になる二面性が特徴だが、他作品でのゲスト出演時にはもっぱら伴奏功を貼ったままコミックリリーフとして活躍する。三つ目を出した状態での出演例は、プライムローズ、ミッドナイトなど、詳細は三つ目が通る主要人物を 三章ジュラルミンクマの耳のような髪型と口ひげが特徴的な中年男性。リボンの騎士より登場。ただし、化石人間の逆襲の登場人物、アークズ・ノーブ・ミッチ首相が原型であるとする説もある。リボンの騎士の少女クラブ版、仲良し版ともに王国の鳥を企む悪の太鼓を演じ、以後も社長など社会的地位の高い役を得意とする。スカンク。 臭い眉のないのっぺりした顔と、へへへへという、通称、ハイエナ笑いが、特徴の悪役スター。悪役といってもハムエッグやランプのような愛嬌はなく、心の底まで腐った卑怯者を多く演じる。外見のモデルは実在の俳優リチャード・ウィド・マーク。名前の由来は、スカンクと、臭いから。デビューは、鉄腕アトム電光人間の巻で、完全なロボットは、 人間と同様に悪い心を持つはずだという主張で強い印象を与えた。オッキー高はこのセリフに着目し、スカンクがアトムだけでなく人間そのものに対する敵だとして、彼をアトムの宿命の敵と呼んでいる。一方、SF 作家の山本博士は、自作品、愛の物語において、ロボットが人間と同じに進歩する必然性はないとして、人間と同じ特性を持たないロボットは、 不完全だとの主張をスカンクの語尾と名付けている。これは電行人間のスカンクのセリフにちなんだものだが、本文中にアトムに関する言及はない。ゼフィルス白いロングヘアーに名もめかしいボディでセクシーさを誇る美女。初出演は地球を飲む、動作中におけるゼフィルスは変装で外見を統一した複数の女性を含んでおり、そのうちの一人。 ミルダの素顔による演技も、ゼフィルスの出演としてカウントすることがある。ゼフィルスという名は、ギリシャ神話の西風の聖ゼピュロスに由来しており、ユニコでは、実際に、西風の聖役で登場した。他の出演作でも、文字通り、人外の美女として登場することが多い。なお、手塚の短編の中に、ゼファースという題のものがあるが、これは、彼女と関係なく、同盟の長を扱った話である。 タコ名前通りタコそっくりの顔をした男。顔だけでなく、手の代わりにタコの足を服の袖に通したよう描写されることもある。デビューは、千年光の世界。早くで登場することが多いが、スターシステムの中でも古さんであることと、その特徴的な風貌から目立つキャラクターである。ジャングル魔教では、首治剣投げのタコさんを名乗り、以後のメトロポリス、不思議旅行機でも、 片足を高く上げる独特のポーズからのナイフ投げを得意とする。このポーズは1943年の日中合作映画、のろしは上海に上がるによるもの。タワシ警部名前通り、タワシのような髭の生えた天狗花を持つ。鉄腕アトム機体人間の巻で初登場。鉄腕アトムにはロボット嫌いな人間もよく登場するが、レギュラーキャラは彼一人である。 他作品へのゲスト出演でも警官役が多いが、下田警部は私服が多いのに対し、田橋警部は制服警官役もよくこなす。他に特徴的な出演としては、ブラックジャックシリーズで1976年に出演した2作品、ハリケーンと昭和新山で、続けて航空操縦士の役を演じている。団結してトグマができた大きな目が特徴で、 暗いムードを漂わす中年風の男性。県一探偵長でダンケシュテット役としてデビュー。悪巻ながらも哀愁漂わす役柄を得意としている。主な出演作は、鉄腕アトムブラックルックスの巻、アトム根弱物語など。力優部かどばった花が特徴の壮年男性。名前の由来は、力、アりったけから。通称は、力さんで、資料によっては、 フルネームも、リキアリタケとしているものもある。ロストワールドから出演している、サイコさんクラスのスターで、労働者や農夫など庶民役の定番キャラクターである。レーマンでは序盤のみの登場だが、主人公、リッキーの育ての親、という重要な役。新選組では一人三役で登場し、ちょっと紛らわしいが、手塚曰く気がついたら彼を描いていたとのこと。チックと、 タックノッポのチックと、太っちょのタックによる、通称、デコボココンビ。モデルは、アメリカのコメディ俳優アボットとコステロ。深刻な場面でも彼らが登場するとほのぼのとしてしまう、手塚作品のベストコンビである。最初は、ラムネとカルピス、ソーダの3人組で、怪盗オーゴンバットでデビュー。後に、ソーダがいなくなったため、2人組となり、不審議旅行期、新世界。 ルルーなどからチックとタックを名乗り始めた。チン・アラビアン・ナイトでは、チックとタック名義で主演も務めている。ただし、ジャングル大帝の連載後期に登場した時は、ラムネとカルピスの名を使っており、ある時点で明確に切り替わった、というものではない。また、日本人役で出演するときは、ガツ世界紳士レーマンなどで、カニと桃山という役名を使っている。 チルチルブルドッグのようにたるんだ方とメガネが特徴の男性キャラクター。ガツ世界紳士の満月博士としてデビューしたが、芸名が満月博士でないのは、1951年に彼が降板し、代わって、クさんが満月博士を演じた、ガツ世界紳士が現在の定本となっているためである。チルチルの名は、不思議旅行記での役名による、温厚な好人物を演じることが多い。 代表作品としては、キャプテン・ケンデの星野守の父親役がある。月男・ドングリ・マナコの純朴そうな青年キャラクター。拳銃天使の単行本に収録された、キャラクター名鑑で名前が掲載されている。ジャングル魔教では原住民の青年、プーポを演じた。他には、地球の悪魔、健一探偵長などに出演。デコン名前通り、大きく突き出したおでこが、 特徴のハゲ頭の老人、サボテン君でドクターデコーンとして登場したのが初出演で、以後も医師、博士役が多い。代表作としては主人公ロックの詩、デコーン博士として登場したロック冒険器が挙げられる。デコビンをデコを覆うようにボリュームを出した前髪と同じメ面のような口ひげが特徴のキャラクター。デコビンの芸名は漫画大学の単行本に おまけで掲載されたイラストにちなむ、デビューは、拳銃天使、サボテン君、W さんなど、主人公の父親役が代表的、手塚治虫手塚は作品に自ら顔を出すことでも有名であった。大きな花とベレー帽は、おなじみとなっている。役柄は、ストレートな漫画家、手塚治虫役以外にも、医者役、さらには、モブの一人など様々。慢性の、 締め切り病を患っている設定、スターとして出演した作品数において、手塚治虫は、ひげ親父やひょうたん次を抜いて、最大出演数を誇る。漫画キャラクターとしての手塚のデビューは、奇跡の森の物語で、物語の語り手として、作品の最初と最後に登場した。この時点では、ベレー帽こそぶっているものの、もう一つのトレードマークである花は特に誇張されていない。 化石島で初めて本編中のキャラクターとして登場し、この頃から大きな花が描写されるようになる。自伝的作品が、チャボイ一大域、神の鳥で、マコトルミとチーなどでは、大観鉄王名乗る。弁慶、火の鳥乱世編では、実在した同性の武士、手塚三森の役で登場する。手塚良船。 日だまりの木の主人公の一人として登場した実在する手塚治虫の曾祖,祖父。また、同作に登場する涼線の父親、先代手塚涼線はスターとしての手塚治虫が演じている。詳細は手塚涼線を参照鉄野ののおっさんとくと時のこのように突き出した耳、そして左右に大きく広がった口にいつも複数本のタバコを加えた男。デビューは 火の鳥復活編の高松弁護士七色インコでは女性として登場したことすらある。彼の芸名は手塚の少年時代に隣の家にいた大工さんがモデルと言われる天馬博士アトムの生みの親としてアトム大使でデビュー。囲碁神のマットサイエンティストとして性格や結末など良くない役ばかり与えられている。特徴的な演技としてはブラックジャック弟がある。 この話の中で、天馬博士は、ある男の反省を、オウストーリー上、少年、青年、中年、老年を立て続けに演じている、ドジエモン肥満ン隊とたるんだ後が、特徴的な巨漢スター、キングコングでデビューした。当初の設定では、ホッテントット出身の黒人スターであり、原住民の宗長役などを得意とする、黒人以外の役を演じることもあるが、前述の出身により、 その際には顔に染料を塗って紛争しているという設定であった。悪党をはじめ、一般市民、医師、金持ちなど、あらゆる役を自然体でこなす。東南西北小隊不明、国籍不明の東洋人悪役キャラクター。ハムエッグと顔パーツが似ているが、髪が跳ねていない、目が細いなどで区別できる。デビュー作であるロック冒険記で、 過欲の果てに、聖寛戦争を招く悪党を演じた。以後もとにかく腹黒い人物、小ずるい男を演じ続けた個性的な悪役戦モンスター。豚蜂サングラスに加え、タバコ、名前の通り豚を思わせる丸っこい体格の男。デビューは、ジャングル大帝だが、当時は、名前がなかった。ため、池田慶章、手塚治虫キャラクター図鑑では、アトム大使での役名を持って、 芸名としている。ただし、大きい構成、鉄腕アトム大辞典によれば、連載時の彼の名前は、舞台で、その後も番によって、豚八トン八など名前が変わって、豚八に至るとしている。ナイロン鏡天狗のような花が、特徴のキャラクター。デビュー作、リボンの騎士及びそのリメイクである、リボンの騎士において、陰謀家の貴族ナイロン鏡を演じる。 この役名がそのまま芸名となっている。極端にデフォルメされた外見の割に演じた役柄は貴族から不老者まで多彩である。ナンバー7では主人公の同僚ナンバー4として登場。トレードマークの花が道具入れになっており、そこから武器を取り出して噴戦するサイボーグ戦士という役どころだった。中村課長丸っこい顔と体つき、そして常に 制服姿の警官キャラクター、鉄腕後向き体人間の巻が初出、長身でスーツ姿の多いタワシ警部とはいわゆるデコボココンビで、ロボット嫌いできつい性格のタワシ警部に対し、ロボットに好意的で恩がなかれ、という好対象な役柄、フライングベンでも警官役で登場しているが、本編中で亀尾出演であることが明記されるというユニークな例となっている。なお、 本校では課長となっているが、アトム初登場時は、捜査が仮調で、連載中に、肩書きが二点三点して、最終的に警部に昇進した。このため、石上光都氏、手塚治の時代では、最終的な肩書きを取って、中村警部、池田警章、手塚治キャラクターズ鑑や山本厚、ブラックジャック三百スターズインスイクロープディアでは、登場回数が最も多い、 中村課長、大っきい構成、鉄腕アトム大辞典に至っては、階級の特定を諦めて、中村さんで功を設けるなど表記に大きな幅がある。また、浦沢直樹の、プルートにも、中村課長として登場している。ノールス抜け通る常に尖らせた口にタバコを加えており、マスコミ関係者や役人など、ちょっと嫌な役が多い。書室は、メトロポリスのダムダルマ博物館長。 代表作としては、新世界、ドゥルーの己編集長、罪と罰の探偵ザミオトフなどが挙げられる。60年代以降は、役名付きの出演が減るが、ブラックジャック二人目がいたでは、主人公が、あだとして探し続けていた男、馬本拓造として出演。ガンで寝たきりという設定にもかかわらず、トレードマークの加え、タバコで登場した。なおテレビアニメ版、ブラックジャックでは、 昨今の喫煙事情を反映し、口はそのままだがタバコが省かれていた。ごく、たまに葉巻きたばをくわえている時もあり、タバコがでかくなる時もある。ノターリン、わらばいはノウタリンじゃない。ノターリンだ。とはめく、ドタバタ的な科学者キャラクター。ハゲ頭に一本だけ立った髪の毛とちょびひげが特徴である。メトロポリスの警察署長役でデビューした。 漫画大学の何でもかんでも博士が当たり役となり、漫画生物学、漫画天文学など多数の作品に出演した、ノラキュラ名前通りのロマなドラキュラを思わせるキャラクター、ミクロイド S のサディスティックな教師役でデビュー。デビューは遅いが、髪の砦や、とツイタレなど、70年代から80年代前半にかけて嫌味な悪役スターとして活躍した。 三つ目が通りに出演した時は、野良ー座の名で登場している。のんきメガネ丸メガネに団子花という顔のパーツは、手塚の自画像に近いが、鼻の下にボソボソと生えた髭が特徴的なキャラクター。モデルは、麻生豊ののんきなとさんと言われている。商業作品でのデビューは、サボテンくんだが、元は手塚が少年時代に描いていた漫画、親父探偵に、 ヒゲオヤジの相方として登場する人物だった。その演歌、鉄腕アトムではアトムが通う小学校の校長として登場し、アトムの担任であるヒゲオヤジとたびたび共演している。花丸先生豊かな白ひげと優しい顔と大の子服の老人。仮面の冒険児で白尺家のジーヤとして登場したのが初出とされるが、千年校の世界の花丸博士を皮切りに、 来たるべき世界の山田の博士、ビッグ X の花丸博士など、定番の科学者キャラクターとして活躍する。学者、博士以外の役はほとんど演じていないが、平原太平記や、お山の三五郎などでは、お尚として登場している。70年代以降の代表作としては、ブラックジャックの山で親教授が挙げられる。なお、前述の通り、千年後の世界での役名は、花丸博士だが、 拳銃天使や漫画大学の単行本でスターとして紹介された時はいずれも花丸先生の名で登場しておりスターとして語る際には花丸先生と呼ぶのが通例となっている花は茂るし名前通りに長くて重たげな花が特徴的なキャラクター大きな花がトレードマークのキャラクターというとお茶の水博士やレッドコーがいるが彼の花は お茶の水博士のようにくびれておらず、伸ばした指のように太くまっすぐである。デビューは、ロストワールド、同作では、即答の名人と呼ばれるほど器用で頼りない、人物として描かれており、以後も、白骨船長のデクボー副船長など、推しの弱いキャラクターを演じる。馬場ボる超身創句、長い口ひげの中年男性。モデルは、手塚治虫の友人、漫画家、絵本作家の馬場ボル。 漫画キャラクターとしてのデビューは、鉄腕アトムフランケンシュタインのマキと見られる。W3 では、星新一少年を見守る教師、馬場先生として、レギュラー出演した。他に代表作としては、地球の悪魔の怪しい主言者が挙げられる。この、地球の悪魔は、馬場のるや手塚治むに加え、福栄一や高野義輝など、当時手塚と交流があった。 漫画家をモデルとしたキャラクターが主要な役を占めるというユーモアが含まれていた。ハムエッグいかにも小悪党といった感じの面構えと歯を剥き出した笑い顔が特徴の悪役スター。デビュー前の作品、親父の宝島ではすでに原型が出来上がっていた。商業デビューは地帝国の怪人である。モデルはアメリカの漫画家ミュルトグロッスの作品、特刊孤児の登場人物。また、 イメージとして、手塚が50年代に自作したスター名巻の中では、俳優のピーター・ローレの名が挙げられている。主な出演作は、拳銃天使の悪徳警官、ハムエッグや、ジャングル大帝で、レオの父パンジャを射殺した、狩猟家、ドロロの盗賊、イタチのサイワレなど、アトム根弱物語では、アトムが売り飛ばされる、サーカスの団長として登場したでは、 団長役は、ムッシュ・アンペアが演じていた。ヒゲ親父手塚作品の中でも、古参のキャラクター。幅広く演じる名場プレイヤーだが、私立探偵や先生など正義感に燃える江戸っ子を演じることが多い。詳細は、ヒゲ親父を参照ヒゲダルマ名前通りのヒゲと丸顔の男性。デビューは、奇跡の森の物語に登場する山賊、ルイジワンパで、この役名にあやかり、 漫画大学の単行本に添えられたイラストでは芸名が万パとなっていた。しかしこの名前はモンテクリスト博にちなんだもので、後に冒険教時代では力優部が海賊類似万パとして出演したりといった事情もあって芸名が現在のものに変更されていった。時代劇もの,の平原大平気夏草物語では武士の役で主演を務めた。他に キャプテン・ケンでは背広姿の教師として登場。いずれの役でも豪傑然とした外見とは裏腹に繊細な心理を持つ日本男児を演じている。ピノコ、ブラック・ジャック機系の王手でデビューしたブラック・ジャックシリーズにおける主人公のパートナー。同作が手塚作品としては後期のものだということもあり、他作品へのゲスト出演は少ない。詳細はピノコを参照下の鳥、 火の鳥の使用キャラクター。外見、設定ともに、潰しの効かないキャラクターに思えるが、ブラックジャック不死鳥、ユニコなどに、ゲスト出演を果たしている。また、手塚自身による配役ではないものの、小学館の、学習漫画人物館、手塚治む、またゲーム、アストロボーイ、鉄腕アトムマイナスアトムハートの秘密、ブラックジャック化の鳥編など、歴史や時間を俯瞰する作品、 手塚作品のクロスオーバーにおいてはしばしば語り手やデウスエクスマキナの役割を振られている。他にユニークな配役としてはブラックジャックスター誕生で作中のトロフィーとして登場。ピピ小さな人魚の子供、ピピちゃんがデビュー作とされるが、ほぼ同時期に化石島でも名前やあらすじがほとんど同じエピソードが登場している。これはオムニバス作品である化石島のページ合わせに ピピちゃんのため用意していた話を流用したためである。これらの作品では男の子だったが、海のトリトンではピピコという少女として登場。作中で子供から成人女性、そして母親へと成長する。手塚はこのような人魚のモチーフを好んで使っており、他にリボンの騎士、エンゼルの丘など人魚の登場するファンタジー作品をいくつも発表している。百鬼丸。 ドロロの主人公。他には、ブラック・ジャック・ミユキとベンに、不良のベンとして、ゲスト出演。この作品は、ブラック・ジャックが短期集中連載として始まった時の話の一つで、モブも含めて、多数のスターが出演する中、彼は、ストーリーのメインキャラクターとして、恋のために命を懸ける、不良少年を演じた。また、同じく、ブラック・ジャックの一話、ハイト・ダイヤモンドでは、医師。 百鬼先生として登場。こちらでは、ストレートな正義感として、アウトロー的なブラックジャックと対立する。ビワマル痩せた体とハゲ頭、そして盲目である点が、特徴的なキャラクター。デビュー作は、ドロロだが、この時は、個人名は出ておらず、ビワ帽子のおっさんと飲み呼ばれる。ビワマルの名前は、ブラックジャック座等医師による。顔つきは、ヘックベンに似ており、 派生キャラと考えられるが、彼は悪役ではなく、ドロロのビワ帽子や、ゴブリン公爵の天乱王将など、若い主人公を導く、老子役が多い。ファウストの王様筆のような顎髭と、口が真上を向くほど反り返った顎が、特徴のキャラクター。名前通り、ファウストで王様役として初登場し、以後も少なからぬ、出演歴を誇るのだが、 手塚自身によるスターとしての解説はなく、また芸名代わりになるような役名もない。そのため、研究資料でも、ファウストの王様としか書かれていない。得意な演技は、危機に直面してドタバタとうろたえる、ギャグ担当。また、デビュー作の、ファウストをはじめ、黒い峡谷や、県一探偵長などで、ヒロインの父親役が多いのも特徴。風助フルネームは、下村風助。 ペックスバンザイが初質とされる。デビュー作を含むサラリーマン漫画を意識した最低小体積シリーズの主人公として活躍したサラリーマン漫画における典型的なダメ男を演じるキャラクター。マンションオーバーでは人間に化けた木のせい、目疲の妻、つまり女性役を演じている。フーラー博士、ダダッコのように騒ぎ回るドタバタ型のマッドサイエンティスト。 悪役キャラではあるが、凶悪さよりも、愛嬌を取り得とした役者である。出演する、旅髪型を大きく変えることが多い。デビュー作は、鉄腕アトムマッドマシーンの巻だが、実は、雑誌系裁判と単行本では、外見が異なり、また雑誌系裁判では、アトムの真摯さに打たれて、自分の発明を自分で破壊するという若干シリアスな、人物だった。一般に手塚スターとして知られるのは、 参考本番のキャラクターである。また、アトムより前、シャリ川の秘密基地でも、フーラー博士というキャラクターが登場するが、こちらはママが演じる、異星人の科学者であり外見は全く違う。しかし、シャリ川のフーラー博士も、アトム以降のフーラー博士も、単なる同盟ではなく、同系統のキャラクターとして捉える説もある。セミレギュラー出演では、ブラックジャックで、奇形の王子を持ち込んだ。 カジン教授、ドンドラキュラのバンヘルシング教授など、ブクブック名前通りの肥満体に、しかめずらの子三悪役スター、新宝島で海賊の狩猟ボワールとしてデビュー。翌年、ジャングル魔教で初めて、ブクブックの役名で登場した。まだ世界が大らかだった頃の悪役像を体現しており、悪人なのに人情脆かったり、憎み役には徹しきれない人柄の良さが、全身から滲み出ている。 外見モデルとしては、ディズニーのブラックピートが挙げられる。歌も、負ける肥満体に、顔の下半分をに分割する巨大な白ひげと、特徴的な笑い方をする、老人キャラクター、新宝島で、主人公のケンイ一と冒険する船長としてデビュー。同年の、火星博士でも、ブルトン博士として、ケンイ一少年の保護者役を演じている。しかし、 新宝島の共同執筆者となっていた、堺七馬からクレームがつき、手塚と堺の協力関係が解消されるのと合わせて、この、船長さんと健一のコンビも解散。以後、健一の保護者役は、ひげ親父の務めるところとなる。この時手塚が手放し、後に堺七馬個人の名前で発売された、漫画対抗本、カイロボットには、船長と健一に、 そっくりなキャラクターが登場している。その後、彼は、ロストワールドで、怪しい博士、豚も富士として出演。悪役スターとして、演技の幅を広げたを踏襲したもの。ブヤンバナが鋭く突き出し、顔全体が矢尻のような形になっている男性。漫画大学の単行本におけるキャラクター名ーで、名前が掲載されている。ファウスト、不審議旅行記などに出演。ブラックジャック。 ブラックジャックの主人公、病気や医療をネタにした、楽屋落ちでなければ、他漫画作品へのゲスト出演は少なく、むしろ、手塚プロのアニメ作品への出演が多い。詳細は、ブラックジャックを参照フランケンシュタインその中から、怪物を連想させるが、実態は垂れ切った皮膚やシミを蓄えた老人。デビューは、アリオジンのスミス博士、来たるべき世界で、フランケンシュタイン博士の役名で登場し、 以後これが芸名として定着する。主な出演作としては、フィルムは生きているの、ベテランアニメ作家、ダンマツマ、ブラックジャック当時場の二人の短矢氏、表二歳など、その強烈な存在感によって、主人公を感化する、という役どころで活躍している。ヘックベントがった顎と独特の目つきをした悪役スター、サボテン君でデビュー、映画、駅場車に出演した俳優のトム・タイラーをモデルに、 しており、荒野の断コンではズバリ、タイラーの役名で登場する、シンプルな顔パーツながら、細長い目つきの悪さと、タバコを口の横に加えた姿は、ヤクザもの雰囲気を漂わす。故に、スカンク、クサやハムエックラと悪党グループでつるむことが多い。西部劇漫画が下火になってからも、現代劇や SF 作品まで、活躍の場を広げ、息の長いキャラクターとなった。 代表作としては、バイパスの夜で、会話によって、不気味な雰囲気を醸し出す、タクシー運転手を演じている、ヘルフ人スレンダーで、鋭い目つきの悪女キャラクター。初出は、地球の悪魔の女スパイ、ミスゾルゲだが、その後、リボンの騎手でのレギュラー出演が、出世作となり、ここでの役名、ヘルフ人として知られるようになった。ポークストロガの不微妙に揺らぐジャバザハットのような、 肥満体を特徴とする、ガラスの城の記録の市ヶ谷国務大臣としてデビュー。ポークストロガノフの名は、三つ目がトールによる。他に、火の鳥太陽編のソガ・ハタヤスなど、ボローキン顔のパーツを真ん中にくしゃっと集めたような、風貌の太った男。大空魔王で、船掃除のボロ雑巾として初登場。来たるべき世界では、ロシア風にもじったボローキンとして登場し、 以後これが芸名となる。得意な演技は、酔って威張り散らす役柄で、権力の脅しを狩る、昭悪党役が多い、マウスボーイ回想のように波打った前髪の男性キャラクター、県一探偵長において、ネズミ小僧の子孫を自称する回答としてデビューした。その後、1950年代に多数の出演を誇り、ロック冒険器の単行本化筆部分では、レッドコーやハムエッグなど、 大スターが並ぶ会議シーンの中に登場している。他の出演作としては、どんぐり更新曲の悪党ながら、主人公の人生に大きな示唆を与える男、八須賀小六など、マグーかく張ったハゲ頭の老人キャラクター、鉄腕アトム宇宙の寄生虫のマキが、デビューと登場は、比較的遅い、火の鳥乱世編の平野清盛役は、 当初予定されていた大柄なオリジナルキャラクターを執筆段階で降板させ、代わって彼が演じることになった。ユナイテッド・プロダクションズ・オブ・アメリカのアニメキャラクター、金眼のマグーを元に作られたキャラクター、アイダ・ヒサベ・ロクロー、ロックホーム・マルク・ビブウン・ディのバンチュラをモデルに、鉄腕・アトム・ロボット爆弾のマキの元ギャング役でデビュー。この時の役名がそのまま、スターとしての芸名となる。 太い眉毛や目の下にもあるまつげが特徴。活覆が良く、善悪問わず、責任を負っている、ボス役のほか、ドロロでの盗賊、火袋など、父親役での出演も多い。自身が最も活躍したであろう作品は、やろうと断崖という短編で、ピエール・オータンという脱獄した凶悪犯の役で、主演している、ミーチャン初期作品に、たびたび登場する、日本足で歩く。 オスのウサギ、少年時代の終作中にすでに登場していたが、商業デビューは、地帝国の怪人、同作や、ロストワールドなどでは、手術によって知性化されたという設定で、主人公をサポートする。50年代半ばから出番がほとんどなくなるが、地帝国の怪人のリメイクである、アバンチュール21で再登場を果たした。動物以外の役としては、 ガツ世界新種でのウサギのようなお耳を持つ宇宙人や不思議旅行機の幽霊ハロウィンが挙げられるミッチー初期の美少女キャラクター火星博士のアンドロイドピーシでデビューしたしかし可愛いだけのアイドルではなく芸名の由来でもあるメトロポリスの人造人間ミッチー役など行動的で個性の強い役柄にも挑戦して名を挙げる鉄腕アトムではアトムの母を演じ 母親役の新境地を開いた。また、リボンの騎士のサファイアも彼女から作られた。石上光俊は世界を滅ぼす男でアトム演じる一の谷良一と戦った敵国のエースパイロットルの注意がミッチーの断層であるとしている。三つのっぺりした顔から鼻と唇だけが極端に飛び出した顔の女性キャラクター。横顔が出てくることが多く上下の唇の位置から いつも大きく口を開けているのがわかる。モデルは手塚の少年時代、近所に住んでいた兄弟。それゆえ少年時代の修作ですでに登場しているが、商業デビューはロストワールドである。家政婦などの早役が主で同じ顔の四つんとはしばしば夫婦役で登場。無臭アンペア整った高い鼻と左方のほくろがトレードマークの紳士。悪役を演じても、 上品さがにじみ出る特徴を持つ。モデルは、フランスの俳優シャルル・ボアへ、不思議旅行記で二重人格の男という複雑な役柄でデビューし、以後も善悪両方で幅広い経歴を誇った。代表作としては、ブラック・ジャックある老婆の思い出において、ラスト一コマのみの出演で物語を締めるという存在感を示した。なお、彼の名前は初出の不思議旅行記では、 ムッシュアンペア、鉄腕アトム冷凍人間の巻では、ムッシュアンペア、また、エンゼルの丘の単行本に収録されたスター名官、フーズフーでは、ムッシュアンペアと表記に、若干のブレがある。村井警部デビュー作は、ドンドラキュラという、手塚スターにしては、最も遅く登場した一人。モデルは、手塚治虫の長女ルミコが、高校時代に所属した、吹奏楽部の先輩村井である。 キバ人では、普通や刑事の名で、レギュラー出演し、主人公の保護者で、乱暴者ながら、バツイチで娘に、頭が上がらないという、ペーソス溢れるキャラクターを演じた。他に、コジキヒルンペネラの手塚治虫漫画全集版では、作品初出より、後の1982年に公開されたはずの映画、優勢からの物体、X に絡むパロディを披露しているが、これは、同作が、 全集収録の際に本編を全面開講したためである。メイスン、メイスンとも表記される。俳優のジェームズ・メイソンをモデルとした紳士、ナスビジョーで陰謀家の軍人・前田将軍役でデビューするが、この役自体がそもそも1952年の映画、前田城の虜に出演したジェームズ・メイソンにちなんだものである。この作品で少女漫画における 美形悪役の元祖としてデビューした彼は、以後も軍人や警察官といった役を中心に活躍する。メルモ、不思議なメルモの主人公。流れるような黒髪とアホ毛が特徴。子供からだと大人体が存在するが、ブラックジャック座頭医師では二人で親子を演じたこともある。アポロの歌では大人体で渡り広見役として出演している。メロンキット法の十字章が、 トレードマークのたくましい男性、レモンキットでデビューした。名前の由来は、同作の主人公、レモンキットともどもリンゴキットの文字儀である。レモンキットが50から60年代の西部劇もので活躍するに止まったのに対し、彼は、その後、SF ものや現代劇へも活動の場を広げ、低俗天使ではカメラマン、四谷二吉として主演している。木さんちょびひげに、 糸目の温厚そうなおじさん、奇跡の森の物語の圧腹チキリキ博士でデビューした。木さんという芸名は漫画大学に収録されたスター一覧によるが、ジャングル大帝で演じた退職官の冒険家、クッターが作品と共に有名になった結果、クッターを芸名として掲げる資料もある。公式サイトでは、クッター表記である。キャラクターのモデルは、ポパイのレギュラーキャラ、ウィンピー。 モンスター性感な顔立ちと筋肉質の体を持つ二枚目スター。シャリ川の秘密基地でターザン役としてデビュー。拳銃天使でインディアンの若者、モンスター役を演じ、これが芸名として定着する。拳銃天使では他にも、日本の児童漫画では、初とされる、キスシーンが議論を呼んだ。デビュー当時は、野生的な役が多かったが後に、雑巾と宝石では、都会の映画スター。 エンゼルの丘では少女漫画中で恋愛劇を演じる美青年など芸風を広げていく。W3 では主人公の兄で長方院の星光一を演じた。3やあの大きな目と団子鼻が特徴の青年。ロストワールドでは山野茂作という名前だった。ロストワールドにおいて商業作品デビューを果たした際、3やあのと改名し、 以後この名前が定着する。多くのベテランスターが活躍した、ロストワールド出身者の中では出演作が少ないが、化石島では、己の美学を貫く悪巻チャーリーとして活躍するなど、激起盛んな若者役で1950年代を中心に活動している。四つんのっぺりした顔から、鼻と唇だけが極端に飛び出した顔の男性キャラクター。同じ顔の三つん同様。 手塚の少年時代における修作から登場し、ロストワールドで商業デビューする。横顔が出てくることが多く、上下の唇の位置から、いつも大きく口を開けているのがわかる。下男や使用人の役が主である。ミッツンとはしばしば夫婦役で登場。リーコロ・オールパンのような頭の巻き毛が特徴的な少女。妖怪探偵団でデビューした。 ミッチー同様初期の少女役だが、ミッチーがたくましいキャラクターを見せてからは、可愛系の役専門にシフトして行った。拳銃天使では、ヒロインとしてキスシーンを演じている。1960年代になると、出番がなくなり、引退したとされたが、ブラックジャックテルテル坊主に、母親役で、久々の出演を果たす、レオ、ジャングル大帝の主人公である白いライオン。 埼玉西部ライオンズのシンボルに採用されていることでも知られる。特徴としてはその毛色の他に耳の先端の黒い縁が挙げられる。この点に注目すれば役名が同じでも火の鳥に登場するライオンのレオは彼の客演であり、ボンゴのライオンのレオは同名別獅子ということになる。レッドコウ大きな和紙鼻と逆だった髪型が非常に特徴的な紳士。その鼻ゆえに 真正面の顔は絶対描かれないとも評されるなど、正面から描かれたカットは存在する。デビューはメトロポリス。芸域がとても広く、いかなる役でもこなせるで、女性として登場したことまであるが、政治家など社会的地位の高い役が多い。冒険教時代、ブッダなど、その特徴的な要望にもかかわらず、一つの連載作品の中で複数の役を任される。 こともたびたびある、手塚作品の中でも、名優中の名優である。弁慶、火の鳥乱性編では、源の頼朝を演じている、六角にキビ面に、学望と袴の古風な書生スタイルの青年。書室は、来たるべき世界で、芸名もここでの役名による、鉄腕アトム電光人間の巻では四部書き屋の、書生として登場。六十年代以降になるとさすがに、 女性の姿での出演はなくなるが、背広姿のサラリーマンや制服警官など、撲突で勤勉なイメージを保っての出演を続けていた。レギュラーとしての出演には、スリル博士のカボチャ助手がある、ロックホーム多数の出演作を誇る手塚作品の代表的なスター。デビュー作の少年探偵ロックホームをはじめ、正義感の強い少年役で活躍するが、バンパイア以降、 マヒサベ・ろクロうのなで、青年悪役スターとして活動の場を広げている。詳細はロックホームを参照。ロンメル手塚キャラヒットの巨漢の一人。モデルはドイツ軍人役を得意とした俳優、エディヒ・ホンシュ・トロハイム。デビューはジャングル大帝で、芸名もこの時の役名にちなむ。モデル同様軍人役が多いが、実在のエルヴィン・ロンメル元帥との関係は薄く。 ビリー・ワイルダー監督映画、ネッサの秘密で、実在のロンメル役を本人と似ていないシュトロハイムが、仇役として演じたことが由来、ジャングル大抵出演時こそ実在のロンメル元帥に、関連づけるような描写がなされていたが、その後に、ロンメル元帥が登場する作品はいくつかあっても、彼にその役が回ってくることはなかった。ビッグ X では、彼が演じるリッペントロップの隣に、 メイスに演じるロンメル元帥が並んでいるというスターシステム的には非常にややこしいシーンが存在するがこのキャスティングはメイスンのモデルである俳優ジェームズ・メイスンがロンメルの電気映画砂漠の二将軍で高潔な軍人としてロンメル元帥を演じ当たり役となった史実を踏まえている Y 教授と長部が剥げ上がり頭の両側にサボテンのような髪の毛が飛び出した老人 鉄腕アトム赤い猫の巻において、武蔵野の乱開発に反対する学者として初登場。以後も、不遇の学者役を得意とする。なお、赤い猫の巻が、少年誌で、初掲載された時の名前は、四足教授だったが、その後、Y 教授に変更された。数と千代子、三つ目がトールのヒロイン。登場が遅いため、漫画作品中の出演は、タイガーランドの、アイノなど、 極少数だが、パートナーのシャラクホスケともに、アニメ作品にゲスト出演することもある。詳細は、三つ目が通る主要人物を、参照唐突に現れ、ストーリーと直接は関係ない。幼い時の兄弟との落書き遊びに由来する、シモフリママー、フクロウの一種で、お尻から、針金虫を出すという怪生物。基本的には、他のキャラクター同様、 息抜きの一発ギャグ的な登場をするキャラクターだが、シャリガワの秘密基地では、月から来た異星人として多数出演。また、七色インコでは常に演技をしている。主人公の抑圧された本音という設定で、主人公にしか見えない幻覚キャラクターとして、準レギュラー出演している。1930年代の新聞広告に、 ママという名前を対処されたフクロウ状のキャラクターがずらりと並ぶ歌詞の広告が実在している。スパイダーに等身の小さな体に大きな花をしており、お迎えでゴンスと喋るキャラクター。詳細は、スパイダーを参照標単次多数の手塚作品に息抜きとして登場するマスコットキャラクター。名前通り、次の当たった標単のような顔である。詳細は、 ひょ継たんつぎを三生ぶくつぎダックスフントのような胴体からひょろりと伸びた首、そして全身にひょ継ぎ同様の次が当たったキャラクター。氷炭継ぎの弟分とされている、豚町なぎウのサナギのように隅っこに張り付き、爆笑している謎の生き物。詳細は、豚なぎを参照ロロール極端に足と胴部が線のように、 細く、目が一つしかないタコのようなキャラクターで、口癖は、放作よか。元ネタは、運の十三の小説、火星兵団に登場する、火星人、ロロシトルルシ。ありがとうございます。